moving fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Whip, whip, run me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the...ほら、今夜は猫背のイオン、んーブルー。はい、どうも、ザカブラです。今回なんですけども、ソロのベニーズ装着が復活しています。まず、手順としては、出現位置、地下基地、またはね、招待限定セッションで一度ね、地下基地に入っていきます。これ必ずね、入らないとできないので、必ずね、一度は地下基地に入るようにしてください。そして、まあ今回のねカジノアップデートでね追加されたね車両とかがねまあ装着できるので今のうちね早めにやった方がいいと思いますね。そして RC カーにベニーズホイールとかねまあデザインとかねそういったものがカスタムされている人が装着できるソロのブリッジとなります。ではこのままアリーナの方に向かっていきます。で説明欄にブックマークするジョブ、リンクありますのでそれをねブックマークしてください。リンクからね一度タッチしてもねなかなかブックマークできない人は一度ねタッチしてねログインしてもう一回ね、戻ってからもう一回タッチする、まあ、2回要するにアクセスすると、まあ、ブックマークできたりしますね。ではこのブックマークしたジョブが、このねセッションで表示できるように非表示オプションジョブでカスタムで表示に切り替えてください。そしてこの上にある、このね黄色いここのやつですねセブンエシスっていうやつですね。これがある状態にします。では、装着したい車両をアリーナのガレージに入れます。まあ、アリーナのガレージのね一番上の階ですね、普通のガレージ、ところに入れます。1階とか2階じゃ今のところはできないかなと思いますね。では、今回、まあ、一番ねカジノで目玉となっているこの車両トラックスですね。これにねベニーズ装着をしていきます。この車両をガレージの中にまず入れますね。そしてガレージの中に入れたらこの車両を今度は、カスタムショップに入れていきます。まあこのアリーナのね整備士っていうのがね3人雇ってないとダメだし今回は RC カーについているベニーズホイールを装着です。ではこの車両をカスタムに入れていきますね。で最近ねっていうか特に今日ですねセーブに失敗しましたっていうのが出るので必ずね何かが終わってからはスタイル変更で金色のクルクルを出すようにしてください。そうじゃないとせっかくねベニーズ装着してもねセーブされてないことになっちゃうのでスタイル変更をこまめにやってください。では車両から降りて RC カーに右十字キーを押して一度アクセスします。特にね何もね改造とかする必要ないです。ここで一度右十字キーを押してアクセスすることに意味はありますね。で戻ったら今度は装着させたい車両に乗り込んで左上に文字2つ出るのを確認してください。出たらオプションからマップでさっきのね特殊なエラージョブリンクにあるやつですね説明欄にあるやつを四角でこの画面で左十字キー連打連打連打の丸の左十字キー連打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 ずーっとしますずーっとします。でそのまま、警告画面かな警告画面出たら丸をします。それで戻ってくると、ベニーズのね、ホイールをね装着した状態になります。そしたら今度は右十字キーを押してください。必ず、右十字キーをね押したらここで、カスタムショップで1箇所変更します。まあねライトとかがいいと思います。今回ねホイールのね、リボンの色を変えてますけどライトの色とかがいいと思いますね。これ多分ね修正すごく早く入ると思いますので早めにやった方がいいです。もうね新しく追加された車両は全部やっちゃった方がいいかなと思います。そしてね今セーブがねかなりねエラーする状態起きてますのでもう無理やりスタイル変更とか金色くるくるっていうのを必ずねこまめにやってください。でこの車両出来上がったら外に乗り出して確認してみてください。まあこんな感じでね、アップデート後もベニーズ装着の方法があるのでもうこれ早めにやった方がいいと思いますね。いつまでもできるわけじゃないと思います。で、こんな感じで作ることができます。必ずね、RC カーにはねカスタムナンバープレートついてる人要するに RC カーにねベニーズを装着をねさせる時点でカスタムナンバープレートついた状態の人がやった方がいいです。ついてない人 RC カーにカスタムナンバーついてない人はもうね1台程度にした方がいいですね。
で必ず金色くるくるとかロックスターギター撮影、下十字キーをしながら丸をして、少し経ったら下十字キーで丸をしてセーブ、これでね完全なセーブできますのでやった方がいいですね。あとはね、アップデート後にできるソロのお金稼ぎです。ソロの物件売却、それから、車両の複製、それから2人でできる、複製ができるので、お金稼ぎはこれでやった方がいいですね。まあ、海外の方ではエレジー RH8 をアップグレードして、そのね代金をね、まあ返金させるっていうのはやり方が簡単ではあるんですけど、あれ売却制限かかるし、まあ1台売るごとにね90万ドルで本当に売ってていいのかなって思うので、まあ返却される代金をね返却させるねグリッチっていうのはねあまり良くないと思うので、過去でもまあ返却させるグリッチとしては、サテライト、それからレスターの空港でのやつでもですね、あれもねどちらも返却する金額をね稼ぎ出すっていうやり方だったので、まあ、今回の RH8 のやり方もおすすめはしないので、特に解説には出していないです。とりあえず今できる車両複製とか物件売却とかを確実にやっておいて、 RC カーにベニーズ装着してあってカスタムナンバーついている人はぜひね、新車両にベニーズ装着しておいてもいいんじゃないかなと思います。まあこんな感じです。よかったですね。よかったらやってみてください。